新婦城。新婦城は、現在の山梨県韮崎市中田町にかつてあった、日本の城である。1973年、昭和48年には、新婦城跡として、国の史跡に指定されており、保存のため公有地化された。本丸跡地には、東部稲荷神社が建立されている。甲府盆地西部に位置する、八ヶ岳の岩雪流を釜無川と塩川が、 新食して形成された七里岩第一条に立地する平山城。西側は新食崖で東に塩川が流れる。石垣は使われない平山城で本極林二の車、東の三の車、西の三の車、帯車などにより構成され、丸馬出し、三日月堀り、マスガ港などの防御施設を持つ。ちなみに本極林二の車は、 筒子が崎間の本局林、西の車に相当し、規模も同程度であることから、成長機能を持つ施設と考えられる。近年発掘作業や干ばつなど整備がなされ、公衆流追技術の特徴である丸馬出しや、三活木彫り、特徴的な鉄砲で構え、その他土類や掘り跡、井戸や、排水施設などの移行が確認できるようになった。また、陶磁器類も出土している。 市場として、白山城、農美城がある。勝頼木の武田家の築城の特徴として、大地の突端部、側面、背後は、断崖や川を利用し、戦闘正面を限定させ、なおかつ正面からの敵の圧力を速報に流すような構造が挙げられる。具体的には、正面の丸馬出しより白側面に続く比較的、深い堀を敵兵に歩かせる。 横屋をかけて騎兵を攻撃すると、堀は断崖、川へと続いており、こちらへ追い落とすことにより、敵兵を無力化できる。同様な構造の代表的な城に、遠藤海では、諏訪玄城、小山城、信濃では、大島城がある。ただし、新婦城の場合は、現在移行とされる城跡ではなく、能美城を中心とする新婦城北方のボ塁跡に、この構造が見れ、朝の家分子、 諸国古城の図、上に挙げた城に比べその規模の大きさは群を抜く。また、農民城防類は複雑に屈曲し、最大限横屋をかけられるような構造となっており、防類が多数配置されていい。ただし、これら北側防類は、天正神語のランジに、徳川家が構築したものとの説あり。このような大規模な構造から、少なくとも、 数千から万単位の兵力による運用が前提となるようである。実際天正人後の乱においては、徳川家康の北条氏直の軍に対する本陣として使用されている。有効であったかどうかは定かではなく、意見の分かれるところだが、新浮上北側に2箇所ある鉄砲で構えは、江戸時代に築かれた様式城郭である五稜閣の設計思想と同様の、 突出部分の敵と当たる面積を抑えつつ、突出部及びデカマエに強力な火力を投射するためのものであると考えられる。使用された期間は短いが、七里岩突端部の南北7から8キロメートル、東西2キロメートルという周辺の自然地形全体が軍事的意味を持っていたことを考慮に入れれば非常に大規模な城であり、竹だけを代表する。 公衆流追期日の集大成となる城である。戦国期に守護街武田氏は、本拠の伊沢、笛吹市伊沢町から甲府へ進出して、川田、甲府市川田町に館を移転した。信虎期には、飼い国内を統一し、戦国大名家し甲府中に館である、筒子笠木館が築かれ、家臣団を集中させて、城下町、武田城下町を形成した。 春信信玄期には、両国拡張と並行して、城下の整備拡張が進み、成長としての役割を持つ府中として機能している。続く、武田勝頼時代にも整備は行われているが、後輩に山を持つ府中は、防御に適しているものの城下町の拡大には限界があり、信の西上の駿河へと拡大した武田市の両国統治にとって不備であったため、 府中の移転が起とされたと考えられている。新府城が位置するニラ崎は、盆地北西端に位置しているが、戦国期に拡大した、武田両国においては中枢に位置し、古府中よりも広大な城下町造園が可能であったと考えられている。また、七里岩は西側を鎌梨川、東側を塩川が流れ天然の堀となる、要害であり、江戸時代に、ニラ崎は、 甲州街道や寸州王館、佐久王館、諏訪王館などの書道が交差し、釜梨川の水分、藤川水分も利用切る、交通要庄として機能していることも、新城築造の背景にあったと考えられている。天正三年、1575年5月21日の長篠の戦い、下らが原の戦いにおいて、武田方は小田、徳川連合軍に大敗し、 勝頼は、流しの敗戦後に、両国支配を強化する。公葉軍艦によれば、天正九年、1581年三月には、五一門州で、海川治療、駿河江尻領を領する、穴山の武器に、梅雪が勝頼に対し、新たな築城を検索したという。一方、資料上の所見は、長国寺戸の御辞席公、真田宝物館所蔵文書で、 天正九年1581年正月二十一日に武田家臣の真田正幸が廃家の国衆に任足動員を命じたものとされる。部衆文書によれば同年九月に一応の城の不審は完了したという。このため穴山信君の検索は天正八年1580年七月のこととする説もある。 この書状を根拠に新不城の不信奉行を正行とする説もあるが、この説は戦後になって唱えられ始めたことが指摘される。この書状では正行は、勝頼の命により帰下の書状に妊婦動員を通達した者に義ず、正行が不信奉行であったとする見方を慎重視する説もある。なお、この書状は長国寺戸の次辞席校に収録されているが、 近年原本が発見されている。長国寺戸の御辞席孔と原本では同様にずつところが欠如しており、長国寺戸の御辞席孔では宛名を出浦津島神の秘測で松城藩士の焦燥と推測している。一方で、訓山公弁でも写本を掲載し、宛書は王道、浦野氏であると推定している。江戸時代にこの文章が出浦家に伝存していることから、伊豆浦正正が 武田氏時代から、真田氏の寄力木であったとするもある。また、新婦城近くには、あざなとして、沖伝の地名が存在し、戦国時代末期の館跡である、沖伝遺跡が所在している。沖伝は、真田正幸の実邸であるか、角正春、真田信忠、真田沖氏とする伝承がある。追記は、天正九年、1581年から開始され、 年末には勝頼が、筒子が崎間から新府城へ移住している。天正十年、1582年、信濃での基礎義政の謀反を鎮圧するため座へ、出兵するが、織田、徳川連合軍に阻まれて帰国。織田軍はさらに、海野国へ進軍し、勝頼は三月には、小山田の武の岩戸の城に移るために、城に火をかける。勝頼は、岩戸の城に向かう途中に、 笹子峠、大月市で信ぶの無本に遭い、天目山、甲州市へ追い詰められ、武田一族は滅亡する。武田氏滅亡後、小田氏は、甲斐、駿河諏訪郡に、家臣の川尻秀高を配置し、秀高は、岩久保間、甲府志願久保町を本拠としたという。同年六月には、本能寺の変が発生し、秀高は混乱の中で応死する。これにより主に甲 シナノの武田医療をめぐる、天正神後の乱が発生し、三河国の徳川家康と相模国の北条を宇じなが、海へ侵攻した。天正神後の乱において、徳川勢は新府城を本陣に、農美城など七里元大城の城塞に布陣した。対して、後北条氏は、鶴軍を制圧し、若見古城に本陣を置くと同様に周辺の城塞に布陣し、陣し徳川勢と対峙した。 同年10月には徳川、北条同盟が成立し、後北条氏は会から撤兵する。これにより会は徳川氏が領し、徳川氏は甲府の筒子が先官を本拠とした。天正18年、1590年の小田原合戦により後北条氏が滅亡すると、豊臣政権に侵入していた家康は関東へ移放される。会は、橋場秀勝、加藤氏、 朝野氏が漁師、豊臣家大名時代に、筒子が先を中心とする、武田城下町の南端にあたる一条小山に新たに、甲府城が築城をされ、甲府城下町が形成された。関ヶ原の戦いを経て、会は再び、徳川氏が漁師、近世を通じて、甲府城は、会の政治的中心地となり、新富城は、廃城となる。戦後には1973年、 昭和48年7月21日に、新浮上跡として、国の史跡指定を受ける。1986年、昭和61年には、稲崎市が史跡の管理団体となり、史跡内市有地の公有地化が実施される。1998年、平成10年からは、環境整備事業に伴う発掘調査が実施される。2005年、 平成17年からは、史跡整備が実施される。2017年、平成29年4月6日、俗日本百名状、127番に選定された。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。